夜間とアイドル。ひらめいちゃう。これはですね、はい、結構私のアイデアが元になって何かものが出来上がるっていうことが最近特に多くて、つい最近の出来事なんですけど、パン屋さんに行ってメンバーと商品を、こんな商品あったらいいなっていうものを書いたものをやられてましたね、はい、質問箱に投函したら、それがまさかの商品化されてしまうという、すっごいびっくりしたことが起きまして、でそれも納豆カレーパンって言って、月三日月みたいな形してる特殊なやつにしてみたんですけど、それを実際に商品化していただくっていう奇跡が起きまして、それを商品化されますよっていうのをみんなに伝えた時に、なんか春って結構そういうこと多いよねみたいな、過去にも言ってもらえることが多くて、この今のチームシャチに改名してから、去年に自主レーベルになって新しくレコード会社を補足したんですけど、その名前もワクワクレコーズって名前なんですけど、それも私が10周年ライブの時にちょうど MC 終わって、みんなでいやありがとうねバイバイって帰ってる時に、次のレコード名何になるかなってちょうど発表したタイミングだったんで言ってる時に、あワクワクレコーズとかいいよねって、その時にパッて降ってきたものを言ったら、それになったんですよ。おーすごくないですか。自分で言うのにすごいと思いますよ。すごいと思います。すごくないですか。すごいです。でもまさかこれに確実になるっていうのは、なんか他にもいろんな案を出してくれてたみたいなんですけど、後からみんな一致してこれがいいよねってなったみたいで、それはすごい嬉しいですね。みんなの意見が一つにまとまって決まるみたいな、はい、嬉しかったです。あとは過去のライブタイトルだったりとか、何かしら自分がなんかひらめいたものがものになってることって多いなって思って、あひらめいちゃうんだ自分。ひらめいちゃうんですね、はい。でも確かに先ほどの2番のところの、まあ、自由にこう降りていっちゃうっていうのは多分ひらめきだと思うところにつながってくるのかなとは思うんですが、確かにちょっと一致してますね。グループのライブの演出とかをひらめきでやってみたいとかってないんですか。あでもそれこそなんかライブもう11年12年目長く活動させていただいてて、まあ、グループ内でもこういうことをこの子ができるからお願いしようみたいな担当だったりも分かれてやってたりとかしてて、私もチーフマネージャーさんと一緒に演出家の方と演出を考える担当みたいな感じで、セットリストとかも結構ここ最近は考えさせていただいてるので、ひらめきが大事ですね、やっぱこれからも。でもひらめき担当としてもうライブの演出にも関わってるっていうことなんですね。関わってました。でもあんまこれ言ったことないので初かもしれない。初かもしれない。はい、あいいこと聞き出せました。夜間やってますよ、頑張ってますよ。実は実はみんなの意見ももとに担当して一応やらせていただいてます。イブイブとかなこちゃんは抑えたい。この番組はカズヤさん、カズヤさん、マモノさん、カズヤさん、カズヤさんの提供でお送りしました。朝顔咲いてるかな。